はい、こんにちは、諏訪北川と申します。今回はですね、ハーピーの出来紹介動画となります。先日発売されましたアニバーサリーパックでですね、ハーピーの羽吹雪というカードが発売されました。これがですね、非常にハーピー、まあデッキで使う、まあ他にも一応使えることは使えないんですけど、それでもハーピーと使うと、もう絶大な効果、特に今の環境だと絶大な効果を発揮するカードなので、ちょっと作ってみたいなと思いつきました。それではやっていきたいと思います。まずモンスターから、ハーピーアーペスト3枚、ハーピーチャネラが3枚、ハーピーダンサーが3枚、ハーピークイーンが2枚、ハーピーレディサイバーボンテージが2枚、ハーピーレディが1枚、ハーピースペットドラゴンが2枚、増殖する増殖する G が3枚、烈風の結果が1枚、失礼ごめんなさい。はい、モンスター以上です。マーバード、ハーピーの羽毛1枚、ヒステリックサインが3枚、ハーピーの狩り場が2枚、ミスマレーの分布が、1枚、魔劇王カレーナル分身が1枚、ツインツイスターが2枚、ブラックホールが1枚で、魔法が以上です。トラップカード、ハーピーの羽吹雪3枚、ゴッドバードアタックが3枚、ヒステリックパーティーが2枚、時空の落とし穴1枚、底なしの落とし穴が1枚、以上になります。特に言うことはないんですけども、一番変わったところは、そうですね、まあこの辺ですね、ハーピーハーベスト、クイーンとかダンサーはともかく、まあこのレプトゲ改造、あとでエクストラデッキ紹介するアーセナルファルコンが出てきたので、デッキから呼んでくることができるんですね。レベル2500を立てつつこのカードを出す。で、プラス、超獣族活属性で、ハーピーの羽吹雪の、ハーピーの羽吹雪の発動条件を満たすんですね。で、これを出して、さらにこう伏せれば、まあ、まずそのターンで死ぬことはないし、まあ、アーサイルファルコンは生き残るでしょう。要するにね。モンスター効果使えない上に、SS もできないわけですから、戦闘も無理。で、他がまあ変わったことが何かあるかなっていう感じなんですけれども、特にないっすよね、まあ羽吹雪って。で、ここら辺は、フレッシア用です。うん、フレッシア用で、ヒステリックパーティーもね、これゴッドバードアタックはね、まあ迷ったんですけど、このデッキ、まあランク4が衰えたっていうのもあるんですよね。ランク4が衰えたっていうのもあるんですけど、このデッキ先行でなんかすることはないんですよ。先行でこれがあればいいかななんですけど、まあそれがないんで、で、ヒステリックサイン5でこれを持ってきた後、ワイルドカードが欲しいんですけどね。例えば相手 A が、まあ、12死だったとするじゃないですか。で、ハーピーハーベストを召喚しておいて、まあ、ゴッドバードアタックしてるみたいな感じになって、で、ヒステリックサインを発動しておくというんですけど、相手フィールド上にあって、まあ、もろもろと召喚ってなった時に、まあどうしても邪魔したいにゴッドバードアタックなんですけど、自分のを割らなきゃならないってなった時に、やっぱりこれを割ってエンドフェイズで発動するっていうのがやり方なんで、だからゴッドバードアタックは2枚にしてます。あんま腐るではないかなと思って、まあ蘇生カードがないんでね、蘇生カードスリップパーティーしかないんで、あんまり経験にリリースするとダメじゃんみたいな考え方もあるんですけど、うん、まあこのデッキだとリリース要因を持ってくるのはあんまり難しいことではないんで、相性がいいかなと思います。やることはもう一緒ですね。うん、多分従来のやつと一緒です。ただ羽吹雪をどう使うかですよね、ここ。このデッキがある、まあ、ハービーがいるとき手札から発動できる。さらにこのカードを発動したターン、相手は青、相手はエンドフェイズのね、モンスター効果の無効になるという超絶な効果ってですね、自分のターンにも使えるわけですから。で、手札にあろうと墓地にあろうと発動が無効になるので、例えば自分のターンでチャネラーがいるじゃないですか。チャネラーで、まあ、なんか切って SS するときに G 打たれたときに、まあ、羽吹雪打って無効にするとかもできるので、で逆に言うならばハーピーがいないと発動できないので、経験にエクシーズをするべきではないかなとは思います。うん、場合によってはもうブラフ覚悟でね、ハーピーダンサー召喚して、うん、終わりとか相手からするならばなんか発動しにくくなりますから、うん、相手からしたらですよ。はい、とりあえず以上で、次じゃあエクストラデッキを見ましょう。はい、それじゃあエクストラデッキなんですけれども、まずは高レベルというか高ランクからはい、ビッグアイ1枚、ドラゴンザック1枚、アーセナルファルコン1枚、ダークリベルのエクシーズドラゴン1枚、フレッシャーのコアクマ1枚、ハーピーズペットミラージュドラゴン1枚、カステル1枚、ガガガンマ1枚、インベルズローチ、ホープ1枚、ホープマン1枚、ホープザレジェン1枚、シルフィーネ1枚、ベルズビル1枚、レンゴーチドリー1枚、以上になります。特に言うことはないっすよね、これね。はい。
で、ビッグエドラゴサック、この辺りはまあさっき言ったようにハーピーチャンネル、つまりハーピーズペットドラゴンを持ってきて接します。うん、ですけどもやはり使うのはどちらというかこれに近いですね。デッキから持ってこれるカードですから、さらにこれは、みんなわかるんですけど超重力なんですよ。うん、まあね、なんか機械っぽいけど機械組んでるちゃんと超重力なんで、ゴッドバードアタックのリー素材になります。まあ、ですのでまあ積極的にこれを狙っていってもいいんじゃないかなと思います。で、ダークリベリオン、フレッシア、ハービーズレッド、ミラージュドラゴン、ミラージュドラゴンは3体必要なんですけど、ハービーの中ではかなり、唯一のエクシーズハーピーなので、エクシーズハーピーカードなので、まあ、風属性ですね、ハーピーの羽を吹きの発動条件を満たすカードなので、まあ、狙えるんだったら狙ってもいいんじゃないかなと思います。なかなかに強いっちゃ強いです。で、カステル、ガガガンマン、インベルス、ローチ、ホープ、ホープワン、ホープザ・ライトニング、シルフィネベルというね、この辺りはもう、うん、まあ、用意しといて旦那損はないだろうなっていうもんばかりですから、なんだったらホープセットもう1枚とかね、あってもいい感じしますけども。うん、はい、短いですが以上になりますね。ハーピーなんですけれども、まあ作成の意味はそんなに高くはないんで、ハーピーハーベストがちょっと高いかなっていうぐらいなので、昔からハーピーを好きっていう人は作ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、それでは以上です。アクテガのハーピーデッキ紹介動画でした。ではまたお会いしましょう。バイバイ。